トッド・ハワードは、アメリカ合衆国のビデオゲームデザイナー、ディレクター、プロデューサー。ベセスダゲームスタジオのゲームディレクター兼制作、指揮者として、フォール・アウトシリーズと、ザエルダース・クロールズシリーズの開発を主導した。ペンシルバニア州、ローワー・マカンギー・タウンシップで生まれ、若くして、コンピュータ、特に、ビデオゲームに興味を持っていた。 自らのゲームにインスピレーションを与えたものとしては、ウィザードリーとウルティマスさんを挙げている。1989年に、ペンシルバニア州エメアスにあるエメアス高等学校を卒業し、バージニア州にあるウィリアムズバーグのウィリアムメアリー大学に進学。在学中、ベセスダソフトワークスのウェイン・グレットスキーホッケーさんをプレイしたことをきっかけに、同社に職を求めたが、 大学を卒業していないことを理由に拒否される。1993年、大学を卒業。専攻は、工学と経営学だった。ゲーム開発志望にもかかわらずこの2分野を選んだのは、大学卒業のために一番簡単な手段だったためだという。その後、再びベセスダに就職を試みるも、今度は、未経験を理由に断られ、 一旦別のゲーム会社に就職した。1994年、ベセスダに入社。同社におけるゲーム開発の最初の功績は、ザ・ターミネーター、フューチャー・ショックと、スカイネットのプロデューサー兼デザイナーであった。ザイルダースクロールズシリーズには1996年にリリースされた、ザイルダースクロールズ2、ダガーフォールから参加した。 1998年にリリースされたザエルダースクロールズ・アドベンチャーズ・レッドガードで初めてプロジェクトリーダーを務め、その後ザエルダースクロールズ3、モロー・ウィンド、ザエルダースクロールズ4、オブリビオン、フォールアウト3、ザエルダースクロールズ V、スカイリム、フォールアウト4、フォールアウト76の開発を指揮している。ハワードは産業界イベントの常連講師であり、 その作品は、ニュースウィーク、CNN、USA Today、ザ・トゥレーショーから世界中の雑誌で全て取り上げられた。ハワードは、ベッセスダの、エルダースクロールズゲームの哲学は人々に、もう一つの世界で、もう一つの人生を送ることができるようにすることと、述べた。ハワードは2009年と2012年の DI-CE サミットで開発者の前で、 ゲーム開発ので分かち合う三つのルールについて口を開いた。ハワードは開発者は商品の購買層と設置基盤を無視して情熱に従うべきだとも言っている。もし設置基盤が重要だったならば我々は全てボードゲームを作っていただろう。なぜならば数多くのテーブルがあるからだ。ゲームプロマガジンはハワードを過去20年にわたってゲームで最も影響力のある 人物トップ20に指名した。イグノでも史上最高のトップゲームクリエイターの一人として指名されている。ありがとうございます。